Breaking News。 速報です。動画共有サイト YouTube でほぼ気まぐれに動画を投稿している自称舞台俳優の瀬戸康史容疑者42歳が YouTube に嘘を含んだ動画を投稿しようとしていたことが警察の調べにより明らかになりました。問題となっているのは、ついに撮影スタッフを雇いましたという仮タイトルの動画で、撮影の様子を偶然見かけた視聴者の指摘により、瀬戸容疑者は誰も雇っていないのではないかという疑いが持たれています。ここで瀬戸容疑者の動画撮影データを番組独自に入手いたしました。ご覧ください。じゃあ、いい？撮るからね、今。じゃあ、あっちから入ってくるから、そう、こう、追ってもらっていい？オッケー。じゃあ、行くよ。はい、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 どうも、こんにちは、瀬戸康史です。ございます。はい、見てください。あ、ちょっとございますって言ってた。ございます。瀬戸康史ございますって。ちょっともう一回、もう一回やろう、もう一回やろう。ちょっと、すごいね。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ほら、ありがとう、ありがとう、ありがとう。こう、撮って、あ、もう、撮ってくれ、こっち、こっち、撮ってくれ、撮ってくれ。はい。もうわかるでしょ。もう撮影スタッフの人がいるんで、今まではずっと固定のアングルでしか、はい、これ固定のアングルでしか撮れなかったんですけれども、これからは、はい、僕が動き回っても結構動き回るんでね、こういうことできちゃうのよ。はい。ということで、撮影スタッフの、高橋くん、どうぞ。いやいや、ちょっと、挨拶ぐらいいいじゃん。ダメ？いや、こんにちはとかちょっと声出すだけでも全然いいんだけど。ダメなの？そうか。じゃあまあ、おいおいね。おいおい。これからは撮影スタッフがいるんで、楽になりまーす。この映像について、IT ジャーナリスト、松本光明氏によると。なりまーす。あ、ちょっと止めてください。あ、これあかんわ。あ、これあかんわ。絶対映ったらあかん。カメラの箱が映って待ってますね。この人ガジェット系として失格なんじゃないですかね。あ、これ、X3 です。インスタ 360X3。 瀬戸容疑者が自身の YouTube チャンネルや SNS で一度も紹介していないカメラ、インスタ 360X3 の箱らしきものが部屋の隅に映り込んでいると指摘しています。このインスタ 360X3 はインスタ360社が2022年9月8日に発売した人気の360度アクションカメラで、大型化した 2.29 インチのタッチスクリーンや進化したセンサー、シングルレンズモードが特徴です。視聴者たちの間では、今回の事件にはこのインスタ 360X3 が関わっているのではないかとの噂が広がっています。それでは次の映像をご覧ください。これは瀬戸容疑者が優秀なスタッフがドローンで撮影してくれた最高すぎるとする映像の一部ですが、偶然この場に居合わせたという人物により撮影された動画が波紋を呼んでいます。動画には瀬戸容疑者が一人で長い棒のようなものを持っている様子が映っており、周囲には撮影スタッフも見当たらず、ドローンを飛ばしている痕跡もありません。専門家によるとこれ全然ドローンじゃねえげ、これ。明らかに X3 撮ってるげ。この棒は、これや。これ3メートルまでビーンって伸びる。これ純正の自撮り棒やな。これ使って撮ってるわ。X3 が、これなんやけど、これ、ディスプレイできるやろ。これは 5.7K の綺麗の360度動画が撮れるんやけど、これ360度っても全部や。もう前からもう上から下から後ろ全部撮れるわけや。全部の中から、アプリ使って好きなところだけ選んで、それをなんかドローンっぽく見せるっていうやつやな、これは。ドローンで撮影されたという別の動画については。これも多分 X3 やな。フローステート手ブレ補正聞いてるね。フローステート。あ、手ブレ補正や。だから手ブレを抑えるやつや。それ聞いてるで、なんか浮いてるみたいに見えるやろ。あとこれ水平時も聞いてるわ。多分これ X3 じゃねえんかな。はい、ここに X3 やるけど、今から撮ってみるぞ。いくぞ。はい。これが撮れてる動画や。このカメラ今から回すぞ。いきまーす。やあ。やあ。ほら。カメラ回転してんのに、撮れてる映像は全然動いてんやろ。これが水平時や。
すげえやろ。後日、視聴者からの情報提供により、瀬戸容疑者と思われる人物が自宅近くを猛スピードで移動している姿が確認されており、警察はフローステート手ブレ補正及び水平維持機能を悪用したドローン偽装の容疑で裏付け捜査を行うとともに、余罪があるとみて調べています。なお、瀬戸容疑者の不可解な言動はそれだけにとどまらず、容疑者の知人によると数週間前から、俺は近々小惑星に移住する。地球のみんなアバよ、などと漏らしており、まだ地球の重力から離れられないの？これからは宇宙の時代。早く来ないと置いてかれるよ。というメッセージとともに、小惑星移住後に撮影したとみられる映像を送りつけています。航空宇宙学専門の知ったかぶりをプンダイ助教授によると、これが小惑星なわけない。誰が見ても明らかに地球だ。と述べ、なぜこんなことをわざわざ俺に聞いた。時間の無駄だ。などと激高し、今からおならをプーンします。と取材スタッフの前でズボンを下ろし始めたところ、駆けつけた警備員により取り押さえられそうになり逃走。そのまま行方がわからなくなっています。その後、別の専門家の解析により、この動画はリトルプラネットと呼ばれる360度カメラ特有の画角で撮影されたフェイクビデオだということが分かっており、容疑者の自宅近くに住む住民によると、昨日もコンビニで見かけた。新作のアイスを探し回っていた。とのことで、瀬戸容疑者が地球にいることはほぼ確実と見られています。容疑者が小惑星の映像を送信した知人のうちの一人、凄曲がり飛ぶ作氏は、正直羨ましいと思った。俺も移住したい。地球にいると地球レベルのインスピレーションしか湧いてこない。こっちの10分はあっちの1時間、そうなれば俺の勝ち、などと述べ、言動に違和感を感じた警察は凄曲がり氏の逮捕も視野に入れ捜査を続けています。極めつけは小惑星移住後に知人宛に一斉送信されたこの映像です。ハロー地球の皆さん、こんな生き物見たことないでしょう。こっちは毎日刺激に満ちている。というメッセージとともに送信されたこの映像は、先月25日、近所に住む住民が SNS に投稿した不審者の動画と酷似しているとのことで、ネット上でも話題になっています。専門家によると、この映像は世界的に話題となったノーズモードと呼ばれる動画であり、インスタ 360X3 を口に加えることで誰でも撮影できるとし、瀬戸容疑者はまだこのカメラを使い始めたばかりで興奮している可能性があると分析しています。瀬戸容疑者の連絡先を知る IT ジャーナリスト松本氏が、瀬戸くんって本当は地球にいるんやろ？インスタ 360X3 買って嬉しいだけなんやろ？と直接疑問をぶつけたところ、これを見てもまだわかりませんかね？と容疑者からさらに奇妙な動画が数本送られてきたとのことです。空マウント失礼します。地球とはバリエーションが違いすぎてずっと見ていられます笑い、という謎のメモが残された動画。地球ってまだ自分が一人なんですよね。こっちは複数人が当たり前の世界。生産性が違いすぎるんでもうそっちには帰れませんね、と地球人を挑発するかのような内容の動画。歩くスピード感が団地でしょ。こっちには車とか不要なんです。ほら、足すら動かす必要はありません。運転免許を取らなくて正解でした。免許民マジオツです笑い、と運転免許を取得していないことを自慢するような内容のものなど、複数本の動画が公開されています。専門家の松本氏によると、これ正直全部めっちゃ簡単にできます。これ知ってます。やり方教えます。インスタ360のスマホアプリがあるけど、これはカメラとすげえ簡単に接続することできるやん。でこの下のタブのとこのストーリーズってとこ、これ押してみてもらっていい？これポンって押せやろ。そうするとこの編集裏もフラッシュカットってとこに全部あるやん。これほら見て、これスカイスアップってやつで、これ空変えれるやろ。あとこれノーズモードで、これ有名なやつや。これ有名なやつ。
ノーズモードと、あとはこれ、電撃用具やこれ。これ電撃用具使ってるし、あとはこれ最後これ分身するやつ、クローンループとストップモーションスタチュー使ってるわ。例えば、こうスカイスワップってやつじゃあこう押すとどうなるかっていうと、ほら、ここにチュートリアルビデオみたいなのがこうやってできて、もう自撮り棒を持って短い距離歩きます。もうこんだけや。もうただこんだけや。もう歩くだけや。どんぐらい歩くやろ。まあ、適当かこれ。15秒や、15秒。15秒歩けるだけでこれできるやん。もう勝手にこれ下のテンプレート仕様ってやつを押せばやってくれるで、めっちゃ簡単やねん。みんなもやってきてください。松本氏によると、Insta360X3 で撮影した動画は、アプリで簡単に編集できるとのことです。参考のため、簡単に実演していただきました。はい、これが瀬戸くんの撮影したデータの元データなんやけど、これで説明したいと思います。まず、こうやってやれば、お部屋送りとかになります。そして、こう画面をタッチすると、こうくる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 回ることができます。見ていただきたいんですが、誰もおりません。誰もおりません。はい。こうやってこっからこうやって出てくるやろ。画面タップするとこうやって再生始まるけど、このままで何もカメラアングル動かんで、どうやって動かすかっていうのを説明するわ。主に3つあります。一番簡単なのは、再生止めた時にほら、なんか出るやろ。ほら、瀬戸くんの頭のとこなんか出るやろ。もうこれ。これをタップするだけや。じゃあこれ押すぞ。これ押すぞ。ポン。ほら、もうこれ追跡始まってるやろ。もうこれが一番簡単や。そうするともう勝手にこれやってもらってるで。すげえやろ。AI ってすげえやろ。わあ、こんな奥にいてもこれでいけるんや。もうこれはきついか。一回隠れてもらって、もういけるいけるしいけるし、これ。やべえな、これ。やべえな、これ。やべえな、これ。まあ、これ、これや。で、今もう一回追跡終了したけど、そうするとどうなるかっていうと、この黄色い、下の黄色いバーのとこ、見ててくれや。最初のところは何もしてんね、このまま。最初のところは何もしてんね、このままなんやけど、ぐーんってなって、はい、こっから、こっからもう追跡したで、ほら。もう追跡になってるやろ。やべえやろ。もうこれずっと動けてる、俺。はい。こういう風にします。で、これ今縦動画やで、これ9対16ってとここれ押すと、これ16対9にすればもうこうなるわ。で、こうやれば、こう、もう勝手に横動画になってくれるわ。はい。こんな感じです。で、もう一個は、どうするかっていうと、またこの下のプラス押せやろ。そうすると、これめっちゃ楽しいぞ。ビューファインダーってやつや。これ見てる、ほら。見てくれ、これ。ほら。俺がこうやって動くと、カメラも動くやん。で、これでこう、こうやってズームして、ズームすればほら、ズームしてこうやって。自分がまるでカメラマンになったみたいな感じで、こうやるんやん。で、この録画ボタンを押すぞ。押しました。そうするともうほら、録画始まるんや、これ。で、自分でこうやってもう記録しれん。自分もカメラマンやと思ってやった方がいい、これ。あと、ズームもできる、これ。引いて、ズームとか、こういうのもできるで。こうやって自分でほら、こうやってカメラマンになって、これズームしすぎると画質荒くなるんで、これ気をつけんだからねけど、こうやって。こうやってやってね。こうやってやって。はい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 。来た今日はい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 。この辺でやめておこうか。話すと終わる。で、これで右下のチェック押せろ。はい、じゃあ行くぞ。この、ここは何もやってんで、このままや。やってんけど、この赤いとこ来るとグーンってやって、ほら。今俺がカメラマンとしてこれアングル変えてたやろ。これをもうそのまま記録されるんや。だから360度動画って、なんか編集難しいっていうイメージあるけど、むしろ楽しい。めっちゃ簡単で楽しいっていうイメージや。自分がカメラマンになったつもりでこうやってやればいいやろ、ほら。こんな動画なかなか作れんやろ。で、最後3つ目。FOV。この下のプラスタップするやろ。そうするともうこれ黄色くなってるやろ。で、これどうするかっていうと、こうやってこの真ん中にこう動かすときに、こう黄色いプラス出るやろ。黄色いプラス。黄色いプラスを、まあこの瀬戸工事の方に向けて、で、この右のキーフレーム更新ってやつをポンって押せやん。そうすると黄色い玉つくやろ。それはここってことや。で、これ再生すると、もうこのまま固定や。で、あ、瀬戸工事ここ行っちゃう。ちょっと待って。瀬戸工事、ここ行った。ここ行ったら次こうしたいやろ。こうしたいやろ。で、これまたプラス押せん。で、次こうした、瀬戸工事こっち行ったら、こっち行ったらまたこれ手動でやるってこと。手動でやるってこと。これズームもできるぞ。ズームして回おうと。で、次またこっち行ったら、あ、こっち来たら、こうして、またこう、プラス押しつつ、こう、あ、こうや、こうして引いて、キーフレーム更新や。だから、これちょっと、なんかまあ、難しい編集方法になるかもしらんけど、手動で自分の好きなようにこれコントロールできるっていう感じや。まあ、動画編集ソフト使ったことある人とかやったら、ちょっとわかりやすいかもしらんわ。
じゃあ最後見てみよう。はい、見てください。はい、ここから、ここに行って、はい、ここに行って最後引く。ほら、こんな感じで、トラッキングとかでうまくいかん場合は、こうやって自分で手動でやるっていうのもいいわ。で、今俺が紹介したこの3つの方法は全部ミックスしながらできるで、例えばこのシーンはこれ FOV でよかったけど、じゃあこっからのシーンは、違うやつにしよう、ビューファインダーにしようとか、こっからはもうビューファインダーにしてまおうとかで、ここで、あ、ここまでじゃあビューファインダーにして、これビューファインダー終わって、じゃあこっからはもうディープトラック、ディープトラックでこれディープトラックしてまおう、で追跡開始でしようとか、すげえ楽しいやろ。インスタ360のアプリで簡単に編集できるよ。一連の偽動画がすべてインスタ 360X3 と純正スマートフォンアプリによって制作されていたことについて、知性派 YouTuber の友明課長氏は番組の取材に対し、アプリの編集機能が大幅に進化したことにより、フェイク動画を作るのは実は簡単だということが分かってしまった。今後模倣犯が現れるのは時間の問題、と警鐘を鳴らしましたが、その日の夜7時過ぎ、家電量販店でインスタ 360X3 を購入する友明課長氏の姿が目撃されており、警察はフェイク動画を投稿する可能性があるとみて警戒を強めています。ただいま速報が入りました。瀬戸容疑者逮捕です。長期化するかと思われた捜査でしたが、本日午前11時ごろ、自宅近くで棒のようなものを持ち、不敵な笑みを浮かべながら回転していたところを、行方を追っていた捜査員により詐欺容疑で逮捕されたとのことです。逮捕された瀬戸容疑者は、覚えがない、私はジャスティス、と容疑を否認していましたが、午後の取り調べでは、動画はすべてインスタ 360X3 で撮った。あのカメラが来てからというもの、俺の退屈な世界が別世界に変わった。特に見えない自撮り棒で撮るミーモード、あれは楽しすぎ、マジやばい、と大筋で容疑を認め、撮影スタッフがたくさんいる動画投稿者が羨ましかった。チャンネル登録お願いします、と涙ながらに語ったところ、取り調べ官もそれに涙し、瀬戸容疑者はそのまま釈放、不起訴処分となり、男性は今も近所で撮影を続けています。はい、こちらがインスタ360社から今回ご提供いただいたインスタ 360X3 です。自撮り棒が装着されている状態でございます。ディスプレイが大型化したことで使い勝手が大幅にアップしたという、これ、録画されているんですね。はい。見えますか？こちらはインスタ 360X3 の新機能、ミーモードで撮影しております。この機能の特徴は、棒を持っている撮影者、この場合だと私になりますけれども、私が常に中央に映り込むように撮れます。そのため撮影後のリフレームと呼ばれる編集作業が不要で、とても便利な機能になっているとのことです。そしてこちらの自撮り棒、なんと撮影された映像には映っておりません。これは見えない自撮り棒と呼ばれるアクセサリーで、これをインスタ 360X3 につけることで、まるで他のカメラマンに撮ってもらっているかのような動画を撮ることができます。男性の日常に輝きを与えたこのカメラ、私も帰りに買って帰ろうかと思います。それでは良い週末を。さようなら。